江ノ島電鉄重軽電車。江ノ島電鉄重軽電車。江ノ島で、電鉄重型電車は、江ノ島電鉄の電車。なお、江ノ島電鉄では個別の編成について、車50と50の編成を10から50、編成、もしくは5車もしくは10編成、もしくは5車と呼称しており、本校でもこれに準じて記述する。 江ノ島電鉄では1979年の線形1001.1002編成の導入以降、1992年の2000、計2003編成の導入まで、旧編成の新造車を導入して、旧型車両を代替していた。しかしながらその後の輸送人員が低下したため、1編成2く数千万円の設備投資となる、新造車の導入は見送られていたが、 1902年の江ノ電開業から95周年を迎えることを記念して近代化改造が見送られ廃車予定者となったまま運行を継続していた3 0 0系3 0 2編成を代替をすることとなり、東急車両製造で本校で記述する10計2両、1編成、番号10から50が製造され、1997年4月18日より営業運転を開始している。 本形式は旅客誘致の一環として導入されたものであり、19世紀末のヨーロッパの資源を模しつつも、オリエント急行、100年前のオスロ路面電車、バーミンガム鉄道の150年前の王室客車など、ヨーロッパの古い車両から抽出したクラシカルな要素を、現代の車両としてアレンジした解雇や復元ではない、レトロ調デザインを採用している。 一方で2000型と同一の性能、同様の居住性、操作性、省エネルギー化を図っており、設計の方針は以下の通りとなっている。車体構造は、塩害対策として、ステンレス鋼を基本としており、枕張り、重量を除く大枠、交代骨組み、床板、屋根板、0.6mm 厚、正面妻と側板の大枠との結合部、妻が違反、 1.5mm 厚がステンレス。その他の正面妻と側板は対候性後半で、これは2000型と同じ構成となっている。また、車体幅は2000型より 100mm、広い 2500mm として、裾絞り構造とし、車体高さを同じく 15mm 高くすることで、室内天井口を 35mm 高い 2235mm としている。このか。 外観上の特徴としては、Q500K 以来の両開き扉、幅 1300mm を採用したほか、先細り状の形状の先頭部、両部の丸型一等式前消灯、屋根状の冷房装置などを隠すように取り付けられた、ブルールーフ状カバー、上部がこう描く形状の側面窓、路面電車の救助網を模したような形状の補助配唱機のほか、 エノデン初のシングルアームパンタグラフである PT-7121A の採用などが挙げられる。車体塗装は、オリエント急行をイメージしつつ、古都鎌倉とエノデンの積み重ねられた時代の層の厚みや文化の象徴でもある思根と、それらを守り育んできた人たちの息と、素朴な心を表すクリーム色帯、ビクトリア調の装飾模様に、 黄色の帯とエクストラボールド書体のレタリングを配したものとなっている。客室内装についてもレトロ調を演出する空間と、するため光物を極力除き、握り棒に至るまで、王子の素材の指揮官に近づけることを目標とし、南年木材、木目調部品を使用したほか、アルミニウムもしくはステンレスなどの握り棒、ニラなウけ、オウメン類は塗装もしくはアルマイト処理で、 ブロンズ系に統一されている。壁面は、下半部を明るい奥系木目調、上半部の羽目板を、ストライプ調のベージュ、蛇腹面から天井にかけてを漆喰模様の白色の、それぞれメラミン下床板としており、天井は、ダブルルーフを、イメージ化するため、天井中央部を、他の部分を 85mm 高くして2段とし、中央部に、丸型蛍光灯カバーに、 電球色照明を1両あたり4等配置し、段差部にはミンドリー窓をイメージした L 字型カバー付けの蛍光灯を配置している。また、二棚はナイロン製の網棚となっている。座席は上空とビラを1人あたり 450mm 幅のロングシート、前後車端部を山側1人掛け、海側2人掛けで1人あたり 430mm 幅のクロスシートを配置しており、 表地は緑色の重厚味のあるジャカード式のもの、袖地切りは何年加工を施した奈良材で甘色もしくは硬化主色の無垢材を使用し化粧彫りを施している。その一方で通勤輸送での運行にも使用するため座席端部や荷棚前端部に握り棒を設置したほか、乗降扉は一般的な通勤電車と同じ幅1 3 0 0ト、mm、ルの両開き扉として ドアエンジンには、カモイ取り付け、ベルク動式の DP-45BU を使用している。また、車内には2000型と同型のマップ式、旅客案内表示器や江ノ島電鉄では、初めての車椅子スペースが設置されている。車内自動放送装置は2000型と同じテープ式の YA-9012 が装備されているが、その後20型と同一の IC 式に変更され、さらには、 新500型と同一の英語放送が追加されている。運転室は中央運転台式で、機器配置は2000系のものを踏襲したワンハンドル式マスターコントローラーのものとなっており、併用軌道における株式会確保のため軽機板の高さを抑えたもの、なっている。なお、運転室背面仕切りとは2000型では、開けとであったが、本形式では1000型と同じ引き戸に変更となっている。 走行機器等は1000 150 1 0 0 0系1 5 0 1 1 5 0 2 e 編成及び2 0 0 0系のものを踏襲している。すなわち、主制御機は、電動カム軸制御式のアッコットフ M450 から 789AM、直列11段、並列8段、弱め回次2段、発電制度19段、主電動機は t d k 8 0 0 a で、定格は、端子電圧 300V 時で、 電流 195A、出力 50kW、回転数 1300rpm、駆動装置はタワミ板中空軸平行、カルダン駆動方式の KD10AM でいずれも、東洋電気製造製、ブレーキ装置は発電ブレーキ併用、電気指令式で E 型中継弁を使用する、ナブコ、ゲンラブテスコ製の HRD-1D となっている。 補助電源装置も 1501.1502E、編成及び2000型と同一の同様電気製造性のコンデンサ分圧ブースタ式、サイリスタインバータである RG403A1M を一気搭載しており、出力は照明装置や、送風機、乗務員室暖房等に供給される、交流 100V、200V60Hz、制御回路に供給される、直流 100V、 列車無線回路等に供給される直流 24V で、計19馬となっている。台車は2000型と同一の TS-829A、同台車及び TS-830A、連接、受台車であるが、走行騒音の低減のためゴム、被覆丸リング付け防音車輪を本形式より、新たに採用している。この台車は 1000K1501.1502。 編成の TS-829、TS-830 の枕羽根を簡略化しつつ、横ンパ2本を追加して乗り心地の向上を図ったもので、台車枠は固定軸橋 1650mm とした後半溶接構造。枕羽根は入れ子式2本並列のコイルバネで立て、横ンパを併用しており、軸バネは合成ゴムブロックと、コイルバネで軸箱指示方式は、 軸運り式となっている。また、基礎ブレーキ装置は、同台車は、ブレーキシリンダが、金属シリンダの片押し式踏み面ブレーキで、合成成輪子、中鉄成輪子併用のもの、受大車は一軸あたり二枚のブレーキディスクとゴム式、ブレーキ診断による、ディスクブレーキとなっている。また、性能無線形成501.1502編成、及び二千型と同等であり、 起動加速度は時速 2.0kms。減速度は常用時速 3.5kms。非常時時速 4.0kms。均衡速度は時速 60km となっている。冷房装置は1000系、2000系の他方の路面電車車両等にも広く採用されている三菱電機製で容量 24.4kW の CU77。 系のものであるが、2000系の CU77AE1 から、制御素子を、リベットを使用した、IPM とした CU77AE2 に変更されている。このシステムは、屋根上に搭載された、冷房装置と冷房制御箱、床下に搭載された、機動制御箱から構成されるもので、冷房制御箱には2系統のインバータが内蔵されており、低電圧、低周波数出力は、 室内送風機に、可変電圧、可変周波数出力は、冷媒の圧縮機、室外送風機系統とも冷房を不使用時には、車両内の他の負荷も、出力可能なものとなっており、低電圧、低周波数出力は、前面の棒曇りガラスに、可変電圧、可変周波数制御、可変電圧、可変周波数出力は、客席座席下の電気暖房にそれぞれ供給される。 他の形式と共通運用である。なお同型は2両編成1本のみなので4両編成で運転する際は他形式と連結する。10系導入に伴い300系3 0編成が同年3月に営業運転を終了した。本形式はそのデザインがテレビや雑誌などを通じて話題となり導入の目的であった旅客誘致に貢献し同時期に 鎌倉市内の観光客数が大幅に減少したにもかかわらず、本形式の運行が始まった1997年度の江ノ島電鉄の定期外利用客数は増加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。